新年明けましておめでとうございます、ここはですね、茨城県の市営の小田駐車場です。まだね、1割も埋まってない感じなんですけど、ここの駐車場はあの目の前に見えるね、あのアンテナ塔が見えてますけど、豊胸山に登る方のね、駐車場として利用されてます。というわけでございまして、今日は豊胸山を登ります。こちらがね、小田休憩所の駐車場なんですけど、結構空いてますね。1,2,10 台ぐらい止めれるかな。はい、本当はね、ここに、止めれば一番近くていいんですけど、ここいつ満車になるか分かんないんで、市営の駐車場に止めました。あれが豊胸山ですね。はい、こうやってね、こうズームしていくと、あの頂上の鉄塔がよーく見えます。はい、じゃあ今日はですね、どのコース行ってもいいんですけど、これ極楽寺行きますか。上り極楽寺。はい、この駐車場のね、こっちが西側の農道みたいなとこを伝っていきます。はい、山頂 2.3 キロね。はい、頑張っていきましょう。はい、ここからね、林間コースに入ります。林間って言っても、ほとんどがね、こう沢沿いに行くんだけど、心地よいね、沢の音が本当にね、こう耳にね、涼しく響いてくるんですけど、冬はね、すごく水が少ないみたいで、逆にその分ね、虫が少なくていいと思うんですよ。あれ、カウママがね、なんか見つけた。あ、これはね、あの有名なハート岩だよ。ほら、赤くなかった？そう、ハート岩赤かったんだよ。以前のハート岩はこんな感じでした。これ塗料落ちちゃったんだね。塗っちゃいけないんだけどね、あれ、あんな近づくと食われちゃう。本気で食われてる。お、これはね、有名な、白滝って言うんですよ。夏はね、夏が梅雨のあたりはものすごい水量なんだけどね、これはこれでね、すごく趣がありますね。はい、分岐ですね。はい、ここはね、極楽寺コースと、順平歩道の分岐ですね。はい、ここがですね、左行くとね、山頂、こっち行くとね、順平歩道を通って、上岸寺コースに合流します。山頂までね、約1キロですね。でね、前もね、ここ何回か登ったことあるんですけど、極楽寺コース、僕的にはここの登りがね、ちょっと一番きついかなと。はい、では行ってみようか。
ゴうん、はい、だいぶね、勾配も緩やかになってきました。さあ、はい、ここはですね、極楽寺コースを、まあ、登ってね、最後の急登を上がりきったところですね。一般的にね、地上では山桜の森って呼ばれてるんですけど、まあ、どの季節来てもね、日当たりも良くて風通しもすごく良くてね、人気の休憩スポットです。こんな感じでね、まあ、テーブルも椅子もあるんで、こう休憩に最適ですね。はい、ここがですね、山頂直下の、公衆トイレです。はい、じゃあね、さっき、まあ、トイレで休憩しまして、まあ、ここから少し登ると山頂です。はい、来ました ね。来た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 。はい、宝鏡山頂461m 登頂。さあ、筑波山はね、どんな感じで見えるか。おお、素晴らしい。いや、絶景だね。はい、山頂はね、こんな感じです。すごいすごい。こんにちは。あ、こんにちは。YouTube はいつも見てます。お一人ですか？いや、ママも。あ、霞ヶ浦。こんにちは。よー、いいね、すごいいい匂い。なんかすごい辛そう。と、餃子じゃん。餃子。いや、正直言ってね、コンビニ冷凍鍋選手権選手権、ローソンのチゲ鍋うどん入り、やっぱこれ最高だな。一番。この山いいね、本当に家族で来れて、みんなでね、楽しく食事っていうかテーブルも囲めてね、でしかもね、ちょっと降りたところにトイレがあるし、もうこういう山がね、名山っていうんだよね。あの険しくね、切り立った山もね、まあそれはそういう山なんだろうけど、人が死ぬ可能性がある山
一歩踏み外したらね、真っ逆さまとかね、そういうところはとても俺的には名山とは読めないな。うん、ちっちゃい子供やね、あのご年配の方もね、もう楽しく登れて山頂でご飯食べれる山、まあやっぱこういうとこが本当の名山なんじゃないでしょうかね。冬になるとね、こういう低山登るんだけど、特にそう感じますね。はい、というわけでございましてね、今回2024年最初の山は豊胸山でした。今年もよろしくお願いします。カババでした。